続いて、カッコ7。ふ、む、ひ、にということで、こちら、否定の言葉ですね。下の文字を打ち消すという形の言葉ですけれども、この4種類、この4つしかありませんので、しっかりと押さえておきましょう。例えば、不安、安らかではないということですね。下の文字の意味を打ち消すという形です。このような形の言葉ですけれども、それぞれがこの4つの文字のどれを使うのかというところですよね。ここをしっかりと押さえておかなければいけません。不安という言葉がありましたら、他の文字ではダメなわけですよね。無安というようなことは言いません。非安、未安などとも言いません。不安ということで、この文字しか使えないということなわけですよね。どの文字を使うのかというところ、しっかりと押さえておかなければいけません。